ナちゃん触るって目的は達成したし満足だよ。それに今度は猫カフェみたいな落ち着けるとこですよ。多分涼太郎くんのはレアケースだと思うけどね。もしかして人が少なかったのってあんな風になるからかな。
陽太郎くん。ぎゅーファミレスに行ったあたりからかな。手をつなぐだけじゃ物足りなくなっちゃって。自分の家だからかもしれないけど、いろいろ、してるのに。私はそのつもりだったよ。ちょっとこのままゆっくりしてて。